テレビで情報を見たんですけど、びっくりしましたそうですね、学校の中でもちょっと流行り始めてきたっていうのがあって、でまあね、子供も,もあのぜんそくがあったりとかするので、ちょっと怖いなっていうふうには思ってます自治体別の新規感染者数です、静岡市が617人と最も多く、次いで浜松市が604人。 沼津市122人、富士市92人、岩田市で78人などとなっています。合わせて2195人で、先週水曜日と比べて1300人以上増え、2月5日と8日の2066人を超えて過去最多です。死者は確認されませんでした。クラスターは富士市の児童福祉施設で確認されています。 一方、静岡市議会の総務委員会が開いた懇親会で発生したクラスターでは、新たに市職員2人の感染が判明し、累計で20人となりました。病床使用率は正午時点で、西部で31%、中部で28.6%、東部で21.5%、県全体で27.2%となっています。 直近1週間の感染者数は9032人で、前の週と比べて2.7倍と、感染が急拡大しています。